Hola a todos, bienvenidos a My Spanish School. Soy Richie. Las frases y palabras útiles de hoy son 久しぶりの自然な表現です。スペイン語圏に滞在していたり、その予定があったり、あとはスペイン語を話す友達がいたり、作りたい人は必ず覚えてほしいフレーズになりますが、スペイン語では久しぶりに当たるものが複数あります。でも、今回短めに簡単に久しぶりに当たる、少し皮肉っぽいというか大げさというか、スペイン語圏特有の表現を3つほど教えていきますので、まあ全て覚える必要はなくて、自分が一番使えそうなものを選んでみてください。でもそう言われてもピンとこないと思うので、早速本題に行きたいと思います。では一つ目のフレーズ見ていきましょう。まずは奇跡だって言って久しぶりに当たるものです。ただ今回は少し皮肉なフレーズというわけなので、カジュアル寄りのフレーズになるんですが、この一つ目のに関しては大げさに言ってるだけなので、目上の人にも使えるフレーズになりますので、特にこれは覚えてほしいなと思います。それが次のフレーズです。Qué milagro。Qué milagro。当然直訳は奇跡だで OK なんですが、軽く解説すると、milagro っていうのが奇跡って意味で、けというのは以前動画でも出てきたんですが、なんて何々なんだとフレーズを少し大げさにするというか、強調させるために使われる句です。ちなみに、このびっくりマークは特に反転しているものはあってもなくても大丈夫です。これが何なのかまた別の機会で説明します。さらに今回は紹介している3つのフレーズの後に、調子を聞くフレーズを使うのが流れとしては自然で、その動画はありますが、今回もまとめに入る前に簡単に紹介します。それと今回紹介する3つは偶然会った時にしか使えないような表現ですが、そうでもなくて予定を組んでそれで会った時でも大丈夫ですので使ってみてください。では次のフレーズに行きましょう。今度はどこにいたのって言っての久しぶりです。先ほども言ったようにここからは少しカジュアルな仲のいい人に使える表現になってくるので、一つだけ覚えたい場合は先ほどのケミラグロだけでもいいですし、ここからは語尾の形も変わったりと注意点があるんですね。ただバリエーションをつけるのと、もう少しラフな表現を友達に使いたい場合は次のフレーズをぜひ覚えてください。それが Estuviste perdido。 Estuviste perdido。 これなんですが、まず直訳すると実はあなたが迷子だった、 perdido が迷子で Estuviste が何々だったって過去形の意味なんですが、細かい文法を言うと少し難しくなってしまうので、とりあえずフレーズで覚えてください。これで最終的にニュアンスがどこにいたのや今までの間どこにいたので久しぶりを指すものになるんですね。でここから注意点があります。これとこの次のフレーズもそうなんですが、迷子である perdido っていうのは形容詞で、これは指す人が男性ならこのままで大丈夫なんですが、女性に対して言う場合は estuviste perdida。 estuviste perdida。 最後のおがあに変わってしまいますので注意してください。こういうのもあって先ほどのケミラグロの方が無難です。というのもそっちは直接人を指していなかったからです。まあでもこれもそこまで長くないのでぜひ覚えてください。では最後のフレーズに行きましょう。それが生きてたって言って久しぶりを意味するものです。これも特に年が近くて親しい人にならすごく自然に使えるものです。これはもう早速フレーズ言っちゃいましょう。それが Estás vivo。 Estás vivo。で、これを直訳すると、あなたは生きているになるんです。estas っていうのが先ほどの estuviste の現在形で、何々しているっていう意味。で、vivo っていうのが生きるを指します。それでニュアンスが生きてたになって、久しぶりとして使われるわけです。ただこの vivo の箇所も形容詞として使われてて、女性を指す場合は変わってしまいます。それで、estas viva。estas viva。こうなるので注意してください。これは若い人の間では日本語でもなくはない表現でもありますが、スペイン語の場合は仲のいい人に対してあればネイティブっぽく聞こえちゃうフレーズです。なのでぜひ覚えておいてください。あとはネイティブがこれらのフレーズを使うときに困らないようにもしといてください。ではフレーズの紹介はここまでですが、スペイン語の場合はここまで紹介したものだけだと物足りなくて、調子を聞くフレーズを後に足してやっと完成って考えた方がいいです。なので、すごく簡単に調子を聞くフレーズを見ていきましょう。これは前に別動画でも紹介したものなんですが、ここは基本の2つを紹介します。それが、¿Cómo estás? ¿Cómo estás? これは元気と訳せてカジュアルに当たります。で、もう一つが S を取って、¿Cómo está? ¿Cómo está?これの訳は元気ですか？なのでフォーマルです。同い年や年下の人か年上の人かで使い分けてください。このフレーズはメインの3つに付けられますが、では例として2つ目の Estuviste perdido に付けると、
Estuviste perdido. ¿Cómo estás? これで今までの間どこにいたの？元気だった？というようなニュアンスのフレーズがいるようになります。ただ、フォーマルの ¿Cómo está? をつける場合は、今回の一つ目の直接人を指さない ¿Qué milagro? とだけ組み合わせて ¿Qué milagro?コモエスタにして、奇跡ですね。元気でしたか？まあ、こう訳すと面白いフレーズですが、これと組み合わせてみてください。元気ですか？のコモエスタなどを言うだけより、すごく自然に聞こえるので、ぜひ。では、最後にフレーズを振り返りながら一瞬でまとめましょう。では、メインである、久しぶりにあたるフレーズを一気に見てみましょう。まずは、奇跡だっていう意味のです。それが、ケミラグロ。ケミラグロ。では、次が、どこにいたの？のニュアンスになるフレーズです。それが、estuviste perdido。こうなるんですが、女性に対しての場合は、estuviste perdida。語尾をあにします。で、次は、生きてた？の意味になるフレーズ。それが、estás vivo。ただ、これも女性に対しての場合は、estás viva。こうなりますので、注意してください。そして最後に、調子を聞くフレーズを2つ紹介しました。これらは、前の3つのフレーズの後につけてください。まずは、カジュアルに元気と聞く場合は ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? でもフォーマルの場合は S を取って ¿Cómo está? ¿Cómo está? こうなります。これを付け足した方が自然になるので覚えといてください。ではまとめもここまでです。スペイン語では久しぶりの表現がこれら以外にもあるので少し長くなったりしますが、また別の動画で紹介したいと思います。でも今回の3つのうち皆さんならどれを一番使うと思いますか？僕は2つ目の Estuviste perdido をよく使いますが、皆さんの意見をコメントで教えてください。では今回の動画は以上です。ためになったと思ってくれれば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。 Hasta luego!